正宗くんのリベンジは、原作、竹岡葉月、漫画、ティブによる日本の漫画、月刊、コミクレックスにて、創刊号から2018年8月号まで連載。その後、本編後の物語を取り扱った、正宗くんのリベンジアフタースクールが2018年11月号から2019年3月号まで、短期集中連載された。2020年8月時点で、 累計発行部数は300万部を突破している。月刊コミックレックス2016年11月号から2017年4月号まで、有機新一によるスピンオフ漫画、まさむねくんのりが連載された。8年前、過保護太りしていていじめられっ子だった、早瀬正宗は、自分に、豚足というあだ名をつけて振った令状をあだちがきや駅に復讐すべく、 過酷なダイエットと筋力トレーニングにより激痩せしてイケメンへと生まれ変わり、苗字まで祖父のものに変え真壁べ正宗として故郷へと帰ってくる。文武両道、養子探霊、迷路を割達という三拍子揃った別人になった正宗は愛機を惚れさせた上で最高の形で捨てるというデッドオアラブ作戦を決行する。しかし愛機の付き人である小祝いきつのに、 幼少の頃の、豚足であることが知られてしまい、計画は破綻するかに思えたが、愛希への復讐に協力してもらえることになる。その後、正宗を慕っている、病弱の令状で、脳パンの系娘、藤宮康子が転校してくるが、正宗は愛希への復讐を完遂させるために、康子を振る。さらに、愛希の言い名付けであり、正宗と偽って愛希に近づく、ぽっちゃり系の男子宮比。 総検事が転校してくる。2016年6月にテレビアニメ化が発表され、2017年1月より3月まで、東京 MXKBS 京都、三テレビ ATXBS 富士にて放送された。ATX 版では、オリジナルエンディングと、大橋彩香、みなせいのり、田所あずさが出演する番組、本物のお嬢様は誰だお嬢様格付けチェックを放送。 2018年には、新作ワディの制作が発表された。ラジオ、政宗ねくんのリベンジ、綾香、祈のりのラジオは、豚足の始まりは、2016年12月26日から2017年4月3日まで、おっと泉にて毎週月曜に配信された番組。パーソナリティは、あだちが希役の大橋綾香と、小祝いきつの役の水瀬祈。り。DJCD は1枚。 ありがとうございます。